どうも皆さんこんにちは。一言言いたいわけですよ僕ね、今日は2015年2月の13日の金曜日です。木曜日、昨日の何時でしたっけ、東京時間、いや欧州時間入ってくらいですね、この時間。一部通信社の報道によると日銀関係者が、追加緩和は、日本の景気に、日本経済にとって良くないっていうニュースがね流れまして、120円の前半20いくつから140ピップくらいですか、118円のまあ70から80銭くらいまで 一撃でねドカンと動きました。これ15分足です。はい、そこでですね、まあ僕はドル円なんか売ったりというか売ったりしたんですよね。で日経で言ったら大体ここら辺ですかね、119円の50銭近辺くらい、ここら辺から日経売り出しまして、ここら辺ですよ売ったの。完璧だなって思いました。ドル円のまあ、形だけ見ると、まあ、完璧なトレードだったのかなと思いました。で、まあ、ここから、ドル円また下がり、戻りを売られて、下がっていき、まあ、東京時間も売られたんですよね。これは、国債の、値段が、まあ、想定より低かったということで、ドカンと下がりました。まあ、普通に考えたら爆撃ですよ。だいたいドル円1円に対して日経は400円くらい連動しています。ということで日経の15分足見ていただきましょうか。これが日経の15分足です。この間のラインはどこだ、ここかな、ファっていうっていう、2月の12の10、15、2月の12の10、15だからここですか、ここですね、ここ、こっから始まったんですよ。ドル円ガラッガラってましたね。こっからドーンってドーンってガラって、日経なんでか知んないけど回復してさらに上行ってるんですよね。回復してさらに上に行って、今日も、いや今日なんて全然微動だにしてなかった。いや今日もこれガラッターガラッターんですよこれ。5の30これですか。全然あれ速攻戻しの吹き上げの1万8000回復は普通でしたら、皆さんここ120円の26銭ですから2円だからもうちょうど2円くらいですよ。こっから天井からそこまで2円であれば800は動いてるはずなんですよ。ここが1万7900円ですから、一番そこで1万7100円くらい、もう全然映んない。ここが500円ですからね、1万7500円ですから、ここが1万7000今900いくらとか、本当はここに映らないレベルで下行ってるはずなんですよ、底値で。何ですかこれ、はぁ、僕の17,830円で売ったんですよ僕。830、完璧だなと思いましたよ、ここで売ってね。ドル円見てご覧の通り。完璧、ここで売って、あ、完璧だなって。今日なんてここで下がって、ここで利益確定するとこですよ。何ですかこれ。構えてくださーい。マジでこれ本当に、マジで本当にですよこれ。確かにダウ、ナスダックなんて、ナスダックなんて最高値かな、年初か過去か分かんないけど更新してますけど、それでもこれ、なんですのこれ。捕まえてください、そして助けてください僕のポジション。